衣装に合ってた。え、わかる。馴染み、馴染んでました。金髪は浮く、金髪じゃないけどね、じゃないけど、なんだっけ、ミルクティーベージュみたいな、ミルクティーベージュ、あ、そうそうそう、みたいなやつなんだけど、それは今何色なの、うん、え、あの、わかんない、なんかさ、サンドイッチ、あ、そっか、いろんなの混ざってる、サンドイッチえ、なんかサンドベージュっていうのを1個使ってて、え、それだけじゃないんだけど、馴染んでて可愛い、あ、可愛い、赤ちゃん、赤ちゃん、始まる前にさ、皆さんがさ、そのおばあちゃんでコールしてくださるじゃないですか、うんうんうん、私より帰りの方が楽しんでて、そう、興奮しちゃったの、久しぶりだった、めっちゃ楽しかった。そう、コールありのね、あの公園が帰りと今日が初めてだった。そうなんです、ぴょん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 、めっちゃ可愛かった、私より楽しんでた恥ずかしい、恥ずかしい、生誕祭、え、なんか私人の生誕祭すごい好きで、いや、そう、わかるわかる、ワクワクしちゃう、うん、なんかさ、自分はさ、恥ずかしい、え、そうそう、とかいろいろスピーチのこととか考えなきゃいけないことがあるけど、大きいからね、そう、メンバーの生誕祭はめちゃくちゃ楽しい、楽しい、ね、よかったです。あ、そう、あと今日のなんか15時からブース、あ、そうだ、チャットが、うん、それなんて呼びな、うん、チャット、なんて呼ぶ、チャット、チャット、なんかガッタファンは、うん、そのファンクラブだ、そうだよね、ガッタファンとチャット、うん、ガッタファン GT、 じゃあチャットって言えばいいのか、メンバーズチャット、まあ、チャットじゃなくて個人チャットでしたっけ、こちゃこちゃこちゃ、懐かしい響きこちゃ聞いてください、私なんなら1個と言わず何個でも私あの始まってから一生懸命投稿してたんですよ、5個ぐらいね、うん、でマネージャーさんに帰り全部テスト用のアカウントに行ってって言って、みたいな、かわいい、おもろすぎ全部なんかもうキャピキャピしてるやつが運営の方に届いてその本当のなんかそのそちらの会社の運営の方だけに届いて、うん、その方から問い合わせが来たらしくてでもあれなんだけど、私が間違ったの教えてよ、え、じゃあ私が、そうそう、 URL の昔のと間違え、テスト用アカウントって書いてあったじゃん、そう、それにめっちゃキャピキャピしちゃったの私、ハートいっぱいみたいなのをしたら向こうの運営さんに届いたって、面白い、送り直しました、すいません、え、なんかでも結構使いやすいってか、やりやすい、思った、やりやすい、うん、結構そう、あの普通に自分たちのスマホからペッて送れるから、ペペペペできる、そう、なんか文章をさ考えずにさ送れるからさ、うん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 、おはようこんにちはとか挨拶だけでも成り立てそう、そうな感じで、もうすでにめっちゃ送ってます、わかる、めっちゃ送っちゃう、なんかしつこいかな、大丈夫かな、私ないみたい、そうそうそう、なんか通知がないらしくて、あ、そうなんだ、じゃあ自分のタイミングで、送ってます、そう、なんかつい送っちゃいます、でもあんまり遅くまで更新できないんだよね、あー、そうそうそう、だからさっきので社長からチャット来ました、やばいやばい、逃した、待って、初チャット逃した、でも私も登録してあるから後で見せて、後で見よう、やばい、見せ、もう今登録する、なんかあの社長のチャット0円、お金さんのチャットがあって社長無料で登録できるらしいよ、加入が遅れたから今は何も来て大丈夫、明日いっぱい送る、なんかもう気軽に送れすぎちゃって、そうなの、私もう20個ぐらい送ったの、わかる、めっちゃ使いやすい、そう、使い勝手が良すぎる、チャット社長のチャットにみゆちゃんのなんかアートで見ました、耳アート、あ、あれだ、あの真顔で写った写真だ、なんかさ、ないつだったかな、さ、あ、笑ったやつ写真でさ、なんかみんな真顔で撮るね、みんなさ、550円月額って書いてあるのにさ、0円月額で、面白い、月額って悩んでん、そう、なんか私がニヤニヤしちゃってニヤニヤ、アーティストからメッセージや画像、動画が届きますって書いてあるアーティストなのかな、アーティスト、でもなんか岡田さんのアーシャ社長へのハッシュタグは何にしたらいいです、ね、今度聞いておきますね、うん、皆さんぜひ撮ってみてください、社長の、面白そう、購入、なんか購入ってなんかちょっとあれやな、え、名前変えれるの自分の、
え、自分の絵わかんない、アウトって言われた、か変わってるじゃない、それだけ笑っちゃったから、ミムになってる、え、うん、これもともとミムだよ、え、どうやったのそれ、え、ミム、え、ガッタファンなの、ガッタファンじゃないよ、これ、ガッタファンは登録しなくてもチャットだけ登録できる、でもね、え、ここのさ、ここのやつは見れるよね、これは誰でも見れる、あ、そう、それは誰でも見れる、サイト自体は、あ、そのサイトの名前がミムなの、え、どういうこと、なんでミムになってるの、私のアカウントがミムなんでしょ、そうなの、え、そうなんか私もさ、アカウント登録したらもう自分になってた、嘘、うん、なんで公式なのかな、そう、チャットの名前、え、ひなちゃんはポーズすら違う、え、どういうこと、え、ポーズ、ちょっと見てもいい、何ポーズ、どんなポーズしてんの、ひな、え、ポーズしてないよ、ひな、ひな、どんなポーズって何してんの、アイコンの話、アイコンかな、え、何のこと、何、え、全然普通だよ、ポーズって何が、何、何ことだ、楽しみ、え、わかんない、どういうこと、ガッタさんもね、感想会が夏にやる、うん、ね、それ楽しみ、面白そう、感想会、今んとこ多分岡田社長が一番多いよ、何登録者数多分、え、登録者数見えるの、いや、わかんないわかんない、適当だよ、適当だけど、いや、ポーズが他のメンバーと違うって、おう、え、何それ、だってどんなポーズしてるんですか、三倉さん、あれ、え、あれ告知画像、何してるの、何告知画像の話してる、あ、そういうこと、あ、それ告知画像はそれぞれじゃない、私もなんかおとなしめの、え、そんな私変なことしてた、チャットやっぱさ返信ないからなんか、そうだね、ちゃんと送られてるか見えてるか、分かる分かる、不安になっちゃうから、うん、結構そのリアクション、ね、そうリアクションを SNS とかでしてくれた方がいいかなって使ってみても、カイリちゃんはひらがなのカイリ、あ、え、なになにそれ、誰がどうやってる、何を見てるの、今ヒノのなんかアイコンの下ミムって書いてあった、そう、ガッタファン300番台でした、お、え、すごいすごい、315号の人がいいんじゃない、300、すごい、あ、いいね、うん、いいね、わかる、変身、あ、みんなこうやってやってるけど私だけそうってこと、あ、ね、こ、あの、それこういう、それか、これをやってないミム、そういうこと、私そっち側の顔が嫌いだからって単純なそれだけだよ、それだけらしい、ほらほらほら、あ、36番だっただって、ミム、ミムだ、ミムだ、おめでとうございます、昨日のファンの方が狙ってたかもしれない、おめでとうございます、確かに狙ってた番号でもあるっていいよね、ファンクラブらしい、ね、面白い面白い、一桁を狙ってた人もいたかもしれないし、え、でもマリナさん何もしてないよ、え、何のポーズの話してんのマジで、けど何してんのマジで何の話してんの、メンバーのその投稿する画面と多分皆さんの見えてる画面が違うから、あ、そう、え、まあ、そうだよね、どう、な、なんかどういう風にみんなに見えてるのかもしれない、ね、あなたのプロフィールあった、ほらミム、でも何も普通のだよ、7番でした、おすごい、すごい、めちゃ早い、変身、え、なんかツイッターとかでたまにでいいのでなんか言ってください、ね、うん、なんかハッシュタグとか決めたらいいのかな、うん、もう私決めた、なに、言えちゃったで、え、かわいい、あ、なんかパワー来てる、ありがとうございます、これ何、パワー、アラビアナイトな、どうしよう、ハッシュタグ決めないと、チャットのリプはなんか見ようと思えば見れるけど私たちからは見れない、あ、そうそうそう、いうだけ、あの運営さんを通さないマネージャー通してからじゃないと見れないから、その即座の反応はできない、うーん、何の話、チャットのリップ、チャットの返信、チャットの返信、チャットの返信、チャット返信はできるのよみんな側が、あ、そうなの、そう、ただそれを届くのがその返さないと見れないんだよね、別に届きはする、そう、え、どうしよう、だからなんかハッシュタグ決めよう、だから結構反応、全部の投稿に反応はしなくてもいいけど、うん、反応してくれた方が、ね、たまにね、見てくれたなって思ったら、うん、まあ安心する、まあなんか反応してもなんかしてんのかしてないのか、するべきなのかしてしなくてもいいのかよくわかんない内容あげそう、私は、あ、でもわかるわかる、なんか、ね、微妙、なんかなんかさ、おはようとかして送った時にさ、わざわざおはようだけ返すために SNS に載せなくてもいいよねって、うんうんうん、そうそうそう、なんかこれっていうのがあって反応したい時に、そうそうそう、
なんか動画載せたりとかした時に動画見たよ。うんうん、そんな感じで、うん、みゆの動画載せました。なんかさっきの嬉しい。私見れないじゃん。載せてそれなハートハートみたいな動画。私見れないよ。なんかさ、でもそういうさ、他の SNS にはさ、普段あんま載せない系のさ、写真をさ、ポンポンって載せる、うん、内側だからね。ポンポンポン。そうですよ、勝手に言っちゃダメですよ、うん、内容とか写真とかも。あまり ね、 ね、メールの写真をね、外に出してる人もいますけど、うん、分かんなくなっちゃうんじゃない、保存してたら。まあ、それはそうだね、自分もね、分かんなくなっちゃうもん。うん、これどこに載せたっけ。そう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 、そうそうそう、あるある、気持ち分かる。だからまあ、恋じゃなければなるべく、うんうんうん、違わないようにっていう感じですかね。そう、公演後、うん、さっき載せたので、今ってことじゃなくて、うん、何が、あ、その動画え、もう本当に今さっき今配信してるの公演後って意味じゃなくて、公演後です。そういうことか、分かんなかった。私も公演後です。ぜひぜひご登録ください。ご登録ください。チャ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 。ツイッターとの使い分けは、え、あのね、いや、ツイッターとはだいぶ違うの。違うの、多分ね、見たら分かる。なんか、うん、ツイッターの方が外向けというか、うんうん、告知系とかね。そうそう、告知とかなんか、何々が終わりましたみたいな、お仕事関連、うん、でもこれはそのチャットの方はもうとにかく気楽に、うん、気軽に ね、 ね、できるから、うんうんうん、なんか感じかもしれない。メンバーの一日とか知ることができます。はい、メールよりもそう軽い感じです。いや、本当にお軽い、これは本当に明るい。なんか LINE してる気持ち。あ、そうそうそう、あ、そうそうそう、見られちゃいけない LINE みたいな。私はあれだと思った、インスタの親しい友達、あ、ストーリーの、あー、その感覚。もう本当にその絵だよね、封鎖されてるけれどもなんか、うん、気軽に行ける、使いやすい、うん、和菓子持ってるな、これですか、和菓子だけど確かに和菓子、和菓子、もうひののコメントばっかり読んでる、ごめんなさいすいません、自分の感は。そう、そう、意外に使いやすい。あー、オープンチャットってなんだ、え、知らない。オープンチャット、オープンチャット聞いたことある。え、 LINE のオープンチャットじゃない、オープンチャット、誰でも参加できるみたいなやつあるよ。いろいろ載せる、でも本当に気軽だから。そう、 NCT 持ってた総会ね、何やるんだろうね、何やるんだろう、ね、だって全メンバーって書いてたよ、ね、まあ、全メンバー、ああ、私たちも出席、あ、株主総会できる、で、ファンの方も出席するってことでしょ、うん、え、それはさ、でも抽選なのとかなのかな、場所次第だよね、うん、話し合いとかのなんか NGT の、私たち何も知らないから、そうそう、これからの話を持つ、どうしていこうと思いますみたいな、じゃ真剣に総会ってなんかさね、うん、真面目な、お堅い感じ。ハートありがとうございます。ああ、私はファン側なの、そのファン総会私ガッタファン登録してないけど、ガッタファン、ガッタファン、ガッタファンらしいよ。あ、ガッタファンじゃ、ガッタファン、ガッタファン、そう、はい、さっき、そう、特別にガッタファン、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 そう、息吸い込んで、ガッタファンやってください。ハートありがとうございます。劇場でやるんだ、総会。あ、そうなの、うん、え、今劇場イベントなの、もしかしてめっちゃ画質いいの、うん、ガッタファン、何の画質？え、チャットの、チャットの動画とか写真ってこと？おー、うん、なんかめっちゃね、画像めっちゃ拡大できるみたいな、言ってて、え、恥ずかしい。あー、まあ画質、まあ、でこういうことだよね。あー、でも画像ちゃんと拡大、まあ、え、保存は？保存？買ったの420、あ、保存わかんないな。
あ、できるできる。長押しでできる。え、じゃあさ、めっちゃ良くない？うん、え、めっちゃいい。よきき。画質めっちゃいいやん。なんかね、インスタとか載せると画質落ちるよね。うん。偉いよ。ヒノ絶対髪の毛に動きあった方が好きかも。マジ。うん。長いからさ。え、そう、今日のカイリと昨日の髪型、私が決めました。決めてもらった。え、意外だった。え、なんで？そう。めっちゃ可愛いだ。ツインテール。ツインテール。可愛い。嬉しい。あなたの好み？スカートはミニ。あ、よくわかったね。あ、すごい。すごい。クマ、ありがとうございます。え、会員みんな入れないんじゃないの？だってもうだって300台いるんでしょ。うん、え、さっき420号だった。え、早い者勝ちなの、そもそも。いや、わかんない。いや、わかんない。抽選？抽選かな、じゃない。あ、待って、またアラビアンな熊の姫。アラビアン、あーね、アラビアンね、ギフトありがとうございます。え、なんで今アラビアンなの？ね、わかる。なんでだろう。え、わからん。なんで5月あったった。なんか今イベントやってる。あー、あ、どうなんだ。ひのちゃんもツインテールできる。ひのちゃん、いや、無理だろう。ちょっとどうだろう。ああ、でも、あ、まあ、こんぐらいじゃない。じゃあ私の時はやっぱ髪パサパサだ。いや、パサだね。私の時ツインテールにしてもらえる。え、絶対見ててください。やだ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 。あ、なんか、なんかこういうキャラクターいるよ。何？おかしくなっちゃった。こういうキャラクターいる。会員になるかね、わかんない。父の日、父の日でアラビアン。いや、なんで父の日来月だ。なんで面白いね。帰りの電車で登録して500番台だった。あ、じゃあもう500人ぐらいの方が登録してくださってるんだ。ありがとうございます。ガタファン、嬉しい。すごい、ね、ガタファン。ねねるの、ガタファン。ねねこやー。あ、待って、これは何？お灸じゃなくてなんだっけ、宮殿。おお、ありがとうございます。ジェルダやる。ありがとう。あ、打ち返ったら。でも明日もあるしな。明日も、あ、おしゃべり会だ。そう、明日おしゃべり。生誕 T シャツ着るの。みんなと生誕祭の話できるようにしようかなと思ってます。まあ、もうやダメ。ふにゃふにゃになりましたね。明日もオンラインだよね。久しぶりだね。オンライン久しぶりだね。なんかめっちゃ久々な感じする、うん、服どうしよう。お洋服ないよ。来てくれる明日、ありがとう。え、まださ、受付してたっけ？あ、6月25日おしゃべり、うん、もう終わった。じゃん、ど、なんかさ、期限がさ、わかんないね。なんだっけ、そのねだっけ、誰かしね、すごいね。携帯、うん、あるんだよね、うん、新しいんでも。え、それ今、バイブ、そうそう、バイブレーションがね、変なんですよ。ね、なんか、水入ってる。え、多分そうだと思う。あ、水、え、なに、お風呂持ってった、うん、あ、じゃラップ巻きな。なんかさやから教えてもらったの、そのお風呂に持っていくとき、ここにサランラップぐるぐるって2周ぐらいすると触れるし、指で。水入んない。あれ、18日までのしかないよ。なんだって、もう終わった。あれ、そんなことないよね。終わったの。でもつい18日まで、つい18日で受付終わったってこと。あれ、そうなの。え、そうなの。2日前。嘘、なんかマコなかったっけ。ファンの皆さんはどうですか。あ、え、そう、あ、でもまだまだまだ多分最後じゃないわ、うん、え、嘘、ごめん、普通に私告知 しようと思ってたらなかった。終わった。え、あれは生写真はメイドさん。メイドさんいつまで。メイド22とかじゃん。マジ。じゃあもう今日やらない。今日はメイドとあのロックが出たよ。あ、ロックね。ロック、あれ、ロック日のね、おすすめね、絶対似合う。え、多分いい感じ。いい感じ。モレモレ。今日誕生日おめでとう。おめでとう。おめでとう。え、
そう、なんかさ、今日さ、生誕祭でさ、最後お見送りでさ、なんか今日誕生日とかさ、明日誕生日みたいな人がいてさ、めっちゃおめでとうじゃん、うん、あ、確かに半年、すごい逆におめでとうのみんながさ、お見送りで言ってくれるんだけどさ、ありがとうございます、わかる、だって半年前生誕祭おめでとうとか意味わかんない言葉だもん、だって、うん、そうそうなの、開催おめでとうって感じ、開催おめでとうってこと、いい感じ、お、いいじゃん、え、なんかあれ思い出す、なんか忘れた、忘れないで忘れた、忘れないでよ、生誕祭開催おめでとうみたいな、うん、そういうことですね、私も来週させていただくんですけど、ね、10ヶ月ぐらい、私よりももっとね、うん、ちょっとね、であと2ヶ月で23になるの、あれ私も10ヶ月遅れ、そうそう、そのぐらい、うん、ややそうだね、4月、まあ、9ヶ月1週間遅れで、ああ、じゃあ私の方が先だ、すいませんでした、私の方が長いです、ちょっとマウント取らないでよ、何で競ってんの、いやいやいや、分かんない、競ってから遅れ遅さで遅れ具合、うん、いいの、4月だっけ、5月にしたっけ、4月じゃないの中旬か、4月15で、ちょうど10ヶ月、ほう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 、姉ちゃんは当日だっていうのにね、うん、おー、ほん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 、え、でもレイちゃんってさ、去年の分はじゃやってないの、いや、やってる、やったっ、あ、やっちゃってる、あ、はるかとれなさんはやってたの、あ、そっか、あの、そうそうそう、りかさんと、そうそうそう、あの、結構ガガガってできてる子はやってる、ガガガガガガガ、でも山こことかでやってる気がする、ガガガガ、かえりちゃんとひなちゃん、ゲーム部からのリハ含めて3公演配信、今の配信ってタフだね、わかる、元気だよ、え、めっちゃ元気今日、それな、本当にやばい、いや、しかもさ、ゲーム部とかも、うん、その前後、前後っていうか、ちょっと前に普通にこの公演のリハをやってたりするんですよ、うん、あー、やってたね、そう、私たち3期生が初めて出る時に、結構ね、そうじゃん、よしし、先輩たちがさ、私先輩たち、いた全部出てるよ、ひな、いた、いた、出てて、それで一緒にやったりするんで、うん、結構だからみんなが思ってるよりも意外に、うん、動いて、ここ3日4日は動きました、そうそうそう、マジで本当に、うん、みんなが思ってるよりも意外とアイドルってさ、うん、なんか仕事的なのあるよね、リハとかさ、稼働があるね、見えないとこ、そう、稼働、確かにリハとか、リハの仕事結構早起きなんですよ、意外にも、公演って、あ、公演はそうだね、今日早かった、うん、早かった、みんなが持ってる早く、昨日遅かったしね、ゲーム部帰って、うん、そう、うん、そうや、ね、よく頑張ってます、みんな頑張ってます、イエイ、そう、見えないところで系アイドル、そう、そう、マリナさんたちもね、田植え、あれ、そうだよね、田植え、農業、農業かもうかなり、なんかずっと農業の使い残ってるみたいなとこあるよね、そうなんかもしれないけど、え、農業、そう、私たちやった時も結構筋肉痛すごかった、うん、なんかずっと世話しないみたいな感じではある、パーン、ね、そうね、あ、でもあんなに暑くなくてよかった、おととい、すっごい暑かったから、あ、そう、マリアさんたちの農業の時でしょ、冷房つけちゃってダメだね、うん、ダメだね、皆さん5月病ですか、大丈夫ですか、5月病の方いますか、かえりちゃん、涼しくてもエアコン、私すぐエアコンつけちゃって、どういうこと、電気代がもう、え、涼しいのにエアコンつけるってどういうこと、え、もう分かんないけど、なんかエアコン、あの冷房か暖房どっちかをつけたいみたいな、あ、何もついてないじゃん、なんとかして部屋を調節したい、なんで、マジでなんで本当にまだね、つけちゃうんだ、これだから実家暮らしは、いや、怒られるよ、
怒られますよ普通に両親に、ね、はい、もったいないらしいね普通に。あ、そう、電気代が上がるんだ、うん、すごい高くなる。そりゃそうだろ。そう、ね、うんうん、上がったのこの、ここ最近に。ああ、値上げしたらしい。上がった上がったね、それはね。いや、ムシムシしてるよね、わかる、湿度ね、わかる。これから上がるんだ温度だった。別に湿度大変だよねっていうコメントかと思ったら、別に普通に温度だった。ただの温度2000円上がるんだ。すごい、2000円。え、そんな上がるの、きつい。絶対つけない。え、私暖房つけなくなったら2000円安くなって。あ、そうなんだ。 やっぱり関係あるね、ちゃんと。え、代わりに着込むってこと。うん、まあ、時期だからってことでしょ、うん、あ、そういうことね。いや、まあ、そこ全然違うよね。うわー、料金上がったファン。上がったファン、使い方はおもろ。上がったファン、やらせて。上がったファン、ファンってなんかね。上がったファン、やらせて。上がったファン、上がったファン、上がったファン。じゃあ、あと使い方なくない。頑張っ、ガーファン、うん、違うな。下がったファン、下がったファ ン、ダメかったファン。何もかかってない。上がった、かがった、違ったファン。ああ、違ったファン。お互いの考えがたがったファン。互い違いの互いね。使ってください。使ってこう。上がった、使ってください。上がった、俺のはがったファン。無理、おもろい。はがさたなは、ま、曲がったファン。あ、曲がったファン、曲がったファン。あ、ここの子、ここのサービスエリアを曲がったファン、曲がったファン。今日の公演ぶち上がったファン。おー、おー、それいい、ぶち上がったファン。いいね、いいね、いいですよ。あ、今日もこれね、めっちゃよかった。みんなマスクしてるのに本当によく通りますね。よかった、本当にすごい。よかった、えがった、おがった。そう、生誕祭の時に、よかった。え、わかる、ミユのあの揃ってる。特に2部がめっちゃ揃いすぎてびっくりしたの。すごかった。レッドの時かな、びっくりしてる。すごい、なんか自分が出てないユニットの時とかも楽屋にいてもめっちゃ声聞こえて。そう、大きいね。すごい、やっぱ気持ちが一緒だから、ね、うん、あ、だと思う。そうだね、盛り上げをみゆちゃんにっていうのが。そうそうそう、めちゃめちゃ綺麗、なんか綺麗だった。わかる、もはや綺麗。揃ってた、うん、本当に揃ってた。違ったファン、違ったファン、間違ったファン、尖ったファン、尖ったファン。あ、そっか、みんなさ、DMM 見れてないのか、あのパーティーを。パーティー、あ、そうそう、ね、あれめちゃめちゃ楽しかった。あんなにね、私がね、カラオケで何を歌おうか迷ってたんだけどさ、アフターパーティーね、しゃべぴーがすごかったんですよ。そう、コール付きでね、なんかみんなフルで、その、やりたいって言って、え、やろうってなったんですけど、え、なんか全然それはリハとかしてないのに、そうそう、みんながポジションにつき始めて、フォーメーションつきで、本当に、いやー、もう本当にすごい。そう、立ち位置とかね、そう、何にもないのに、何にもないのに、みんながそのまあオリジナルのポジションもあるけど、だいたい最近はフェスとかで、ね、うん、なんか穴に入ってたりとかするから、それでみんなそれぞれ今日はここの人がいないってなって、その穴に入ってくれて、ね、一番最初にリカさんがもともと下手でそのアフターパーティー始まったのに、自分のポジションを一番上手に行って、あ、これはそういうことだってもうみんな理解して入れるとか入って、本当にすごかった。団結してて、ね、私たちも、ね、動画撮ってたから、分かる、あれ DMM、 あれこそなんか楽しかった、しゃべぴらしい。いや、なんかそう、DMM 全部出せるもんね、なんなら。そう、しゃべぴだから、そうそうそう、 NGT の曲だし、まあ、カラオケ音源だからできないけど、で、ファンの方もまあコールしてくれる。いいね、なんか最近さ、こうシングルをフルでやることなくない？なあ、マジでさ、もう忘れてたもんね、しゃべぴもね。うん、ここ、うん、マジで全部ないかも、うん、青春時計も、オーサムとかもほとんどなんじゃない、うん、や
あれのもうかんなんかわかんないっていうか、なんかこんな入れなかったもんさ、涙が出なかったって。そうそうそう、私やったことないわ。じゃあどんな涙、でも本当私たちも全然ない。王さんも春の子もやったことないんだ。フル春の子フル、あそうだね、なんか公演の時やってた。あー、ね、そのくらい世界人とかはあるけど。そうだね、世界人とか。青春時計はほぼサイクルでやったことない。なんか2A の振り付けとかわかんない。ね、やばいね、そう3期生はしゃべぴーそのワンハでしかやったことなかったのに、うん、なんかフルに空気を読んで頑張って知らないのに対応してくれてすごい、あのめっちゃすごかった、うん、本当に本当にあれは配信してほしいぐらい、ね、楽しかった。今日ポンコツもわかんないわ、マジでないわ。ポンコツもさ披露しあんまないのかも。確かに。ただ これでしょ、こいつ。ああ、もう忘れた。ねえさ、それちゃんと振り入れしてもらえるかな。フルやるとき。フルでやるとき。やしてもらえるでしょ。でも待って、忘れてるもん。いやだって春どこさ、すいません2番やったことないですってさ、うん、6年目で結構面白くない？確かに。確かに。やったことないです。カラモリスタッフのヒノが作ったら。意外になんかめっちゃもう。機敏に動いてください。全然円滑に進められるようにね。いつの間に椅子がはけてたし、わかる、しゃべりの時さ、みんなが踊れるようにさ、これあの子もあった椅子が全部いつの間にかなこれは踊るやつだっつってみんなで。めっちゃおもろいよ。楽しかったあれ、 NGT ならでは。そう、しかもファンの皆さんも知ってる曲だから、うん、ね、そうっめっちゃ盛り上がってくれたし、サイリウムもみんなピンクにしてくれたし、ありがとうございます。皆さんも盛り上がって、そうアドリブ太陽化です。これすごい。そうなんです。帰りの生誕祭何にする？来週です。楽しみ。何しよう。なんか帰りもさ、うん、あんま歌さ、私も全然、あのそれこそ48と46とか、あーそう、うん、彼なんだよ。だからまあどうしようか。でも今日の見て NGT の曲いいなってめっちゃ思った。ねえ、わかる。全員みんな言ってた、なんか全員知ってるもん。知ってるからね。なんかわざわざカラオケでやなくてもよくないっていう気はするけど、うんうん、まあでも公演でできなかった。そう、でも公演でやるってなったらさ、ちゃんとやんなきゃいけなくなるじゃん。あの感じはね、あのフリーの感じは絶対出ないもん。そうそうそう、本当に楽しかった。急な立ち位置ってそうか、あれはあれで面白かった。ひなちゃんおねむ、おねむなの、うん、これでももう10時半だし終わる？終えますか、うん、多分おのおの終わったら。そうだ、多分みゆはね、みゆはやろうか。うん、それ昨日ゼルダ、ゼルダやりたいなって思ってるけど、普通にこの前もそんな話してたら帰って爆睡した。え、わかる。確かに帰ってみていろいろ変わることは。でも普通にもう時間なさそうだな。でもじゃあ勝手にゼルダやるわ、じゃあ。勝手に、うん、勝手にやるわ。じゃあとりあえずじゃあランキングしますか。ひなちゃんおねむかわいいね。え、何もかわいくないよ。かわいいって言われるのあんまりね、喜ばないんですよこの子。え、だって嘘だと思うから。ねえ、嘘じゃない、もうやだごめん。いや違う、だから面白いの方が嬉しいの。あー言ってた、なんか何かに言った。前も生誕だっけ、なんだっけ、生誕じゃない。いや、なんか可愛いって簡単に嘘つけるというかさ、お世辞で言えるけど、面白いはお世辞でも言わんやん。確かに本当に面白い。そうそう、それはあんた一番面白い。ねえやめて、なんだ面白い、可愛いって言ってね。私なんで今日ヒノのことで笑ったんだっけ。え、スタッフさんじゃない。え、違う、え、どれ、全然さっきはまた別に笑った。なんかさ、写真撮ってた時かな。なんだっけ、あの浮いてたみたいな。え、違う、え、違うわ。なんだっけ、格好じゃなくて、スタッフの前で、うん、いや、わかるって笑ったの。なんかヒノがさ、え、やった、みゆの笑い取れたみたいな。あー取ったんだ。え、なんでだっけ、なんだっけ、私もいた、いた、いや、みんないた、みんないた。え、なんだっけ、え、なんだっけ、え、なんか、え、なんかその前にさ、ナナミがすごい独り言ってて誰も反応したくて、うん、で、ヒノがなんとかなんとかって言って笑った。あ、すごい、なんとかなんとかが全然思い出せない、ごめん。なんだっけ、ファンのみんなが一番気になっちゃう笑い方しちゃう。
いや確かに、でもミーは笑ってた、ミーが笑ってた、でミーの笑い取れたからって喜んで、そう喜んでた、可愛い、すいません全然写真いっぱい撮ったよ、ことで終わっちゃった、後で写真いっぱい載せます、みんながいっぱい撮ってくれ、ね、いっぱい送るね、チャットにも載せるよ、載せるよ、いいね、それではじゃあはい参ります、いつものお願いします、13位ゆかおしじいさん、はい、ディアさん、ハルクートさん、ありがとうございます、12位ケイさん、ブーセンさん、カイアトさん、ありがとうございます、11位トッパキューさん、石本さん、ヨッシーさん、ありがとうございます、10位マスルさん、ヒロナさん、タカさん、ありがとうございます、9位イヌくんさん、超快速さん、ビートたけしさん、ありがとうございます、8位エイタロウさん、クワナさん、マスハラさん、ありがとうございます、7位ベロさん、トンスケさん、フーダさん、ありがとうございます、6位イチタさん、シカオさん、ヨシさん、ありがとうございます、5位シンチさん、ニシタムさん、コマさん、ありがとうございます、4位ヒヨリゲタさん、コンちゃんさん、ヘルハヤさん、ありがとうございます、3位ヨシさん、エンドクリッシュさん、トシさん、ありがとうございます、2位トッシーさん、コールで声が枯れたシンチさん、ありがとうございます、1位東郷さん、たかしさん、まさゆきさん、ありがとうございます、イエーイ、私は帰ってからもう一回配信しようかな、うん、それでは皆さんまた明日、明日おしゃべり会、明日、そうだ、早い人たち頑張って、バイバイ、また明日、バイバイ、謎のことしちゃった、バイ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 。